ようこそ。去年あの激務を終えた後、スキルを磨き、さらに向上させようと、この襲撃ミッションを計画したの。大きい溝にはランニングジャンプよ。やり直して。違う、そうじゃないわ。この溝を越えるにはジャンプと前進を同時に押すの。元の位置からやり直して。大きい溝にはランニングジャンプよ。やり直して。登るには全身を押し、アクションキーを押し続けるの。崖から落下しないためにはウォークキーで歩いて近づいて、そうすれば崖に足を出さなくなるわ。登るには全身を押し、アクションキーを押し続けるの。ジャンプを成功させるには、崖からできるだけ離れたところまで下がり、前のようなランニングジャンプをするか、崖まで歩き、前へジャンプして、アクションキーで向こう側に捕まるかよ。そうね、確かにここは難所だわ。ランニングジャンプをしてからアクションキーを押して崖に捕まって、ちょうどいいところで踏み切るには崖まで歩き、ジャンプで下がって歩数を合わせるの。そこから前方へ走り、ジャンプを押せば成功するはずよ。この障害物は左右にジャンプすれば簡単に乗り切れるわ。ジャンプと同時に左ボタンか右ボタンを押して、ジャンプは後ろへもできるわ。この壁を登るには歩いて近づき、アクションキーを押し続けるの。方向キーを使えば上下や左右の移動ができるわ。
残念。やり直してベストタイムを更新して。水面では方向キーを使えば移動ができ、ジャンプを押せば水中に潜れるわ。登れそうなところに行けばアクションキーで上に出られるわ。この家や庭は自由に見て回って。